うつぼ公園は、大阪府大阪市西区うつぼ本町にある、都市公園である。四つ橋筋から、阿弥大毛筋まで、何は筋を挟んでの東西に細長い敷地を有する。かつてのうつぼ園環境市場の跡地にあたる。海部堀川沿いのうつぼ園環境市場は、干物や肥料にする保鹿などの海産物を全国から集めていたが、1931年の、 大阪市中央卸売市場の会場後に閉鎖され、1945年の大阪大空襲で一帯は焼け野原となった。戦後、連合国軍最高司令官総司令部は、南北幹線道路である四つ橋筋から、阿弥陀池筋までの京町堀川と海部堀川に挟まれた細長い区域約3万坪を接収し、占領軍の常用飛行場として宇ツ飛行場を置いた。 1952年の講和条約発行から2ヶ月後に、飛行場敷地は大阪市へ返還され、戦災復興と地区学整理事業によって1955年に、宇都保公園が開園した。また、同事業によって1959年に、何和筋が付設され、公園を縦断するようになった。何和筋を挟んで、東園、西園に分かれ、東園には、 ケヤキ並木とバラ園が整備され、都心のオアシスとなっている。西園は大部分を、ウツボテニスセンターが占め、世界スーパージュニアテニス選手権大会など、国際的な大会も行われた。公園周辺は、1990年代後半から、医療店やカフェ、レストラン、パン屋や洋菓子店などが軒を連ねている。公園の北園は、 京町堀川との中心線が境界となっているため、京町堀通りの南側に立つビル群の南面と接しており、東園においては公園に直接面したカフェやバーが出店したり、バラ園では屋外結婚式が行われている。公園の中央、何は筋沿いにクスノキヒサ神社があり、大きなくすの木が目立つ。ここは古くからの神社でかつて天堀川が横を流れており、 ウツボ市場の数少ない名残である。楠木は戦後、飛行場建設の際に伐採されようとしたが、怪我人やブルドーザーの故障が相次いだ。お祓いの際に、神社の建物から白い蛇が出てきたことから、この木は神木なので切ってはいけないという話になり、今に残っている。公園内に、作家、梶井ー次郎の文学碑があり、レモンの一節が刻まれているに混流。 うつぶ公園の開園当初、西園には、サッカー専用の球技場が設置されていた。1960年代、70年代には、大阪における、サッカーの拠点として、第40回天皇杯、全日本サッカー選手権大会をはじめ各種大会が開催されていたが、1997年の第52回国民体育大会における、 テニス会場の整備を目的に取り壊された。現在は、うつぼテニスセンターの一部となっている。都市公園一覧表、新潮日本文学アルバム27七。梶井モ次郎。梶井カ次郎文学碑、大阪インフォ、2016年8月30日、閲覧、ありがとうございます。